はい、どうもこんにちは。今回またLife is Strange True Colors続きからやっていこうかと思います。前回はまあ、これ見たらわかるけどエピソード2ランタンが前回終わって、で確か俺もちょっとしばらく開けたんだけど、何日か確か最初にあった秘書みたいなやつが怪しいんじゃないかなって感じで終わったんだよな。これを見てて思ったけどさ、こいつに、あ、そうそう、だから、アレックスが、なんかその、嬉しい感情も分かるようになったっていうところがきっかけで、そう、兄さんを送るとき、みんなこう、なんかこう、ハッピーというか、なんとも言えない、そのプラスな感情で溢れてたんだけど、その秘書の人だけ、プラスの感情が溢れずに、マイナスの感情が溢れてたと。兄さんを送ろうの回で。だからそこら辺がちょっとね、肝を握るんじゃないかと。光と闇へ。早速来ましたね。そうだから、もろそんな感じなんだよね。ポジティブな感情がすごい光みたいな色で、その秘書の人は、そう、闇の色だったんだわ。で、このゲームつい先日発売されました。だから多分裏で、プレイを。超能力があるって？はい。私をおちょくってる？打ち明けちゃうんだ。いやいやいや、こんなによ、こんなにシャツの前を開けてるやつがおちょくってるように見えますか、ステフ。私たちがそんなことするように見える。めっちゃ大胆ですよ。本当だよ。今日のアレックスは。じゃあ、私今何考えてる？嘘つきとかだろ。こんなでかかった京都。めっちゃ音でかいんだけど。だからちょっと俺が聞く音下げるわ。うん、イラッとしてるでしょ。えらいバーテンダーみたいに自分だけ知らなくてショックだったんだ。あ、だからあれだ、仲間外れにされるのが嫌いだから。ちゃんとバイトしてるんだ。店長じゃない、なんだあいつ、マスターのもとで。うわ、マジマジだぜスネフ。そうか、テーブルサッカーだから誘ったんだ。バレちまったらしょうがないな。いや、ごめんじゃないよ。ここはもう元気つけたかったから必死に探しましたよ、俺も。うん。兄さんを思い出して悲しんでたから、兄さんとの一番の思い出を呼び起こしたら元気になるかなって。この顔が見たかった。そか。でも、もう内緒はなしね。いい？うん。うん、内緒するやつのあれじゃないじゃん、シャツの開け方が。でも、マジで、心が読めるなんてね。やばすぎ。あんま調子乗んねえ、アレックス、おい。調子乗ってるやつの顔してたぜ、今。ダイアンは来ると思うか？ダイアン。多分。昨日もここで仕事してたしね。ダイアンって誰だ？あの事故のことで何かビビってるんだよね。それって何か隠してるってことじゃない？だといいけど。彼女が来る前に作戦を考えよう。はいはい。私仕事あるから任せていい？お前が任しちゃうの？俺じゃ仕事すんの？俺。俺は仕事すんの？これから。さあ、仕事の時間だ。マジか。お客さんのお皿を下げよう。いらっしゃいませ。いいですね、皆さん。この酒場は活気づいてていいな。ジェドエッセンス中は誕生日を祝ってくれてありがとう。まさか覚えてくれてるなんてな。あのマルコ・エスカーナのテキーラは最高だった。これからもよろしく頼むよ。ブラックランタン一番主婦、フランシスコより。誰だよ。ガチで知らない人。ガチで見たこともない人が来たわ、急に。コロラドの水道水ってやつ？ああ、なんかそういうことか。比喩ね。ビールがもう水道のように飲むということですか、アレックスさん。衛生的とは言えないけど、うん、まあ、サービスってやつだし。ここに置くんだ。サービス取りづら。バードウォッチコンテスト。おい、バードウォッチャー、おい。見たかどうかは自己申告だろ？あ、暴れてる。私の優勝を疑ってる？俺が教えてやったやつ？マスカ。いやいや、まさか。黙見ろ、ダイアン・ルーカー。いやいやいや。お客様、前失礼します。皿が空いてるので、回収させていただきます。失礼します。お盆とかいらない、お盆。手で持っていったら時間かかんない？わあ、すげえ、仕事カスされてる。あ、みんないるじゃん。ちょっと待って、オールスターいるんだけど。ちょっと待って。自分で何とかしなきゃ。そこらがあったんだよな。前回か前々回か。大学に行ってもらわないと。ちょっとホラー展開。こんなことに
一人で耐えてるなんて。あのお客様困ります。いや、エレノアさん困ります。お料理が冷めてしまいます。私どもも必死に作っているのです。できれば早いうちに食べていただきたいのですが。エレノアさん、いらっしゃい。あら、アレックス。アレックスじゃないですよ、エレノアさん。それはコップですよ。この間のことは本当にエレノアさん、すごく助かったわ。コップですよ、それ。ああ、見てくれた。ならよかった。やだ。どういたしまして。見てくれた、エレノアさん。エレノアさん、辛いだろうな。そうね。症状が軽くなることはないだろうし。この記憶を忘れてからはもうね、突き進んじゃうけど、やっぱ結局はな、そこの境目のラインがな、一番あれだよね。こう、薄れていく記憶を感じちゃう時期。Where are you? は？ Go from long. 集中してください。あの曲聴きたいな。はず。前はしょっちゅうこの店でかかってたのに。知らない曲だ。マスターなら知ってるかな。なんかこれ今、あれか？ヒントか？あ、違うな。いや、こういう心の声バレちゃうのきちいな。なんて曲の歌詞だろう。かけてあげたいな。ガチ？ちょっと待って、マスターどこ？マスター？マスター？あ、マスターいるじゃん。ここにおんのかい。マスターここ？私の人生で最高の上司だ。うん、まあつまり初めての上司なんだけど。まあ限定でもちゃんと働けてるんだな、アレックス。よかったわ。あのジュークボックスに入れてない CD はどこに？うん、ある CD は全部中に入ってるぞ。うん、そっか。それだけ？じゃあ俺が当てろってこと？ Where are you from?レジのチェック、もうやりました？あれ？ちょっとマスター、信頼してくれてますね、マスター。でも、アレックスもそれだけしっかり仕事ができるということです。素晴らしいです。 Where are you? Girl from Rome. Where are you from? Girl from Rome. Where are you from? Girl from Rome. なんて曲の歌詞だろう。かけてあげたいな。 Where are you? Go from long. おい、いたわ。ここにマスターがいて、マスターが。聞こうぜ、マスターに。ねえ、こういう曲聞いたことある？ちょっと、対面だって。Where are you? Go from long. あ、細いな。懐かしい。その曲は多分。おい、てかちょっとお客様が、おい、お客様後ろいるから。昔は父さんのお気に入りだったんだけど。なんて、ガールズロンバー、ガールズバーっつった今。なんつった？ゲイブがいたずらでずっとかけてたからね。ちょっと待って、なんつった今。おい、ちょっともう一回言って。なるほど。あ、なんかある。その CD は？ジェドが19個。あ、順番間違えたな。しまったんじゃない？聞いてみれば。ちょっともう一回教えてって、ごめん。話聞いてなかった。ごめん、ちょっともう話聞いてなかったって。ステフとライアンにはあの秘密を話せた。ああ、味方がいるって。なんかリセットされてる。マスター、アラバスターデイドリームって曲、アラバスターデイドリーム聞いたことないですか？こりゃ参った。まさかゲームから聞いたのか？まあ、仕方ないな。カウンターの後ろを探してみろ。どうも。あ、笑っとるちゃんと。あ、おいおい、アラバスターデイドリームがあるぞ、おい。てか、アラバスターデイドリームこんな大胆に置いてるのは分かっただろう。あの学生やるな。なかなか音楽好きだな。よし、噂の曲を聞いてみよう。オッケー、聞いてみよう。あ、これだ。どうだい、学生さんよ。勉強ははかどるかい？誰にも褒められないけど、いいことしたぞ。あ、嬉しくなってる。あ、アラバスターデイドリームだ。学生さんよ。でもどうして？気にしちゃダメ。学生さん、見てるよ、いつでも。あなたのことを。ただここでめちゃくちゃ話してたけどね。Where are you from の話。あ、じゃあお客様、切れさせていただきます。食べるよ、てめえ、おい。食い切れ、てめえ、おい。ぶっ飛ばすぞ、てめえ。食材を大切にしろ、お前。許せんわ。あ、ちょっと話したかったのに、貯金会行こうかと。あ、来たな、バケモンが。
いらっしゃい。すぐ行きます。ちょっと俺じゃあジョギング愛好家のとこにすぐ行きたいんだけど。てかさ、なんかさ、自分でも思ったんだけどさ、なんかアレックスの一枚絵、二人に声をかけよう。いい写真ばっかなんだよな。いい画像というかさ。走るのやめようかな。みっともない姿。え、何があったの？そうしよう。その気持ちわかるよ。励ましてあげられるかな。え、なんか解除された。あ、ダイアログってあれか、話すときに出てくるってことか、項目として。なるほどなるほど。前まで気づかなかったけど。あの、ちょっといいですか？はい。ランニングを始めてみたいんだけど、人目が気になっちゃって。ああ、いいね。アドバイスとかあります？自分のことで聞くんだ。そうね、一度だけ思い切ってやってみたら。迷いが出てますよ、平気かもよ、お姉さん。なるほど、ラマ。大丈夫、みんな最初はそうだから。あら、お姉さん。あれ、お姉さんが無の感情になっちゃった。お姉さん、お姉さん。少しは力になれたかな。少しだな。でもまあ大事かもな、そのな、やっぱジョギング愛好家として、やっぱ先輩としてね。よし、あ、来たね、死んじゃった。作戦は全然仕事して、あ、でも仕事したから来たのか。まだちゃんと決まってないんだ。はい。2案あるんだけど。声でか。一つに絞れなくて。ライアン声でかい。まあ、案がないよりマシですよ。案があるならよかった。声でか、お前ら。どんなやつ？ムービーの声でか。まず私の案はこれ。はい。ダイアンをデートに誘う。あ、これ選ぶんじゃない、これ。マジで。私が彼女を連れ出して、これ選ぶんじゃね。その隙にライアンがこっそりパソコンを盗む。それを2階に持って行って中の証拠を見つけ出す。結構アクティブね。私とダイアンがどこまで行くかは、まあいっか。何それ。ステーブス、でもステーブス疑われない、普通に。そんな仲良くないんじゃないの。もっとマシな案あるんだよね。ある。マシな案って。でもやることはほとんど一緒だ。お前がデート誘うのか。ただ、あ、俺が誘う。彼女がレズビアンじゃないのは見りゃわかるだろ。え、野生的ながっしり系がタイプなはずだ。俺に任せとけ。え、むず。え、話したい。え、ちょっと待って、ちょっと俺さ、先に見とけばヒントあったんじゃね、これ。ちょっと別の案を考えてみようか。なんで、話して盗むだけだし 100% うまくいくよ。いや、これちょっと、なんか中であったんじゃない、ヒント。ちゃんと選べばね。私は選ばないからね。そう言わずに頼むよ。やめてって、ちょっと待って。いや、これ絶対あったよ。ダッキーとか話してないもん。俺来るやん、これ選ぶやつ。バカ、もう。話してないんだって、ダッキーとか。ダッキーとか話したら分かったでしょ、絶対。なんか何かしらヒントあったんじゃないの、これ。やり直して。やり直していい？ちょっとやり直していいかな。ちょっとこれはさ、ごめん、やり直すわ。これちょっと見てないこと多すぎるし、ごめん、ちょっとやり直すわ。ごめん。ダッキー、お前頼むぜ。お前のためにこれチェックポイントまでやり直したんだからな。店の本当のマスターはあんただって、みんなわかってるからね。いい表現。ちょっとやっぱマックスにつながるものある。これは今回すごい期待できますね。マックスにつながる何かを感じる、この表現。ダッキー、今日はいつもより早く来てるな。ダッキー見てますね。まあ最初からこう座ってたんだけど、ダッキー。長い夜になるの。いつもいつも毎年のことじゃが。急に暗い。今夜はお祭りだよね。ねえ、どうしたんだろう。祭りに対して否定的な人が抱く感情だよな、これ。ねえダッキー、何かありました？何も、絶好調じゃ。そう、これあれじゃん。ならよかった。一番鬱になるタイプじゃん。表向き明るいけど、なんか実は暗いみたいな。一番鬱になるやつじゃん。大丈夫か、ダッキー。かわいそうに。まあその弱いだったらもう
時すでに感はあるけど。マスターが止めてくれなかったら最初の給料全部ダッキーに巻き上げられてた。賭けビリヤードしよう、賭けビリヤード。まさかアレックス無駄。そういえばさ、これってラープで使うやつ、はいはい、アレックス。あ、本当だ。そうなんだけど。そっか、あの子は気に入るかしら。デザイン上手いのかお前。ところまで進めたの。心配なの。ちょっとあの女たちがうるせえ。いや大丈夫、絶対楽しんでくれるはず。でもこいつシャーロって今感情出てないから心配はしてないと思うよアレックス。じゃあそういうとこ見ていかないとアレックス。シャーロットのためにも。そうね、成功させたいな。でもいい味出てるよシャーロット姉さん。いやお母さん、出てますよいい味が。ああただいるだけだこいつら。なんだこれ、初めてのキャラだ、ただいるだけのキャラ。じゃあ行こうか。直接的になんかヒントもらえるかもしんないからな。ちら、感情は無と。何か隠してるなら。うわーこれ絶対見つけなきゃ。ヒントねえな。兄さんのためにも。ヒントなかったパターンか。なるほどね、これは難しいな。ただこれは女の子が好き、男の子が好きとかね、そういう考え方よりも成功率が高い方を選ぶわ。作戦は。まだ飛ばさないからな。ちゃんと決まってないんだ。はい、2案あるんだけど一つに絞れなくて。はい、まあ案がないよりマシですよ。ここが変わらず行こう。案があるならよかった。もうすごいクリア。どのやつ。なるほど、ヒントはないと。まず私の案はこれ。難しいな。ダイアンをデートに誘う。マジで。私が彼女を連れ出して、その隙にライアンがこっそりパソコンを盗む。それを2階に持って行って中の証拠を見つけ出す。私とダイアンがどこまで行くかは、まあいっか。でもお互い面識ないよな。何それ。ダイアンともっとマシな案あるんだよね。ある。でもやることはほとんど一緒だ。ただ俺が誘う。彼女がレズビアンじゃないのは見りゃわかるだろ、うん、野生的ながっしり系がタイプなはずだ。いや、わかんないもんよ外見だけじゃ。俺に任せとけ。二人にはまあまあ、これも変えず行こうか。この一枚も可愛いもん、アレックス。これめっちゃ可愛い。ちょっと別の案を考えてみようか。なんで、話して盗むだけだし 200% うまくいくよ。どっちかな。イケてる誘い役を。どっちだこれ。ちゃんと選べばね。これパーセンテージどうなってんだろうな。おもろそう。そう言わずに頼むよ。逆なんじゃない？これあくまで男が好き女が好きっていう観点から一回離れるわ。それをやっぱ予想するのはちょっとこう賭けが過ぎる、ギャンブルが過ぎるから、そこは一旦離れて考えた時に、そのどっちの誘いだったら来てくれるかってことで考えようか。別にどういう誘い方するか分かんないけど、別にさ、そのお友達としてもあるわけじゃん。別にね、女の子から誘われるか男の子から誘われるかっていう、それだけだから、そう考えたときにどっちがいいかっていう見方を考えよう。どこまで踏み込んで誘うのかわかんないけど、そう考えたときにやっぱちょっとダイアンは普段からやっぱ男男してる環境にいるわけじゃん。言っても行員たちがさ、いるような環境に置かれてるわけよ。それを考えたときに、それがだからどっちかなんだよ純粋に。そういう男が好きな可能性も全然あるし、逆に男に普段から囲まれてて、なんかもううんざりしてるから、こういうステフみたいな女の子の方が今この瞬間は嬉しかったりするかもしんない。ただこの前ダッキーと一緒にここに来てたこともちょっとね難しいところで、まああいつはクソジジイだから、クソって言いかけたわ、あいつはジジイだから、まあま関係ないけど、そこなんだよな。難しいな。どっちなら、そう、どっちならで考えたときに、やっ
ぱり普段から男に囲まれてるからこそ男と思う、いやもうちょっと今はいいわっつって今はいいわってなるかもしんないから、ライアンだったら。だしやっぱこのLife is Strangeはやっぱこのジェンダー的なところに結構焦点当ててるから、ダイアンが女の子好きな可能性はなくはない、確率的に。普段から男を見てるからこそ、いやもうまた男かよって、また男と一緒にまたかよっていう思うんじゃないかっていう予想を俺は信じよう。ただ純粋なこの見た目とかキャラを考えた時に、このステフみたいなこうか、何もうおちゃらけた人ちょっとおちゃらけが醸し出ちゃうような子は、ああいうお堅い人に会うのかっていうのはちょっとあるけどね、疑問として。ライワン言ってもちょっとやっぱ真面目さが醸し で出されてるからさ、あれかもしんないけど、いや俺はステフを信じてみようかな。やっぱ単純なコミュニケーション、いやでもな、ライアンも意外と達者かもしんないな、口が。これ選ばせんの酷だよな、こんなんむずいって、全然根拠ないもん。だってステフっていうキャラクターがな、ちょっとそのキャラクター、その性格をあの人が良しとしてくれるかなんだよな。こういう感じの子、なんか変なやつに絡まれたとか思いそうな気するんだよな。そっちの可能性もあるんだよな。面識がないしな。でも確かにライアンは、めっちゃ長くなるけど、ライアンはその兄さんと仲良かったから、なんか実はあいつら私が怪しいって感じ取ってるんじゃないかしらっていう疑いをかけてくる可能性あるな。ステフは逆にそこら辺は見えてないから、ステフと俺らの関係性はそんな見えてないと思うから、ちょステフで行ってみるわ。ステフで行こう。私から見てもかっこいいしさ。あれ、ごめんね。よっしゃザマーミル。はいはい。ねえ、そもそもの話、これむずいわ。まだ何か盗むって決まったわけじゃないから、まず私が話してくる。それやってから決めろじゃん。彼女の感情を揺さぶれば、それやってから決めろ、どっちが行くかも。助けが必要だったら合図するね。そこまで展望が見えてるなら、そこまで展望が見えてるなら、この人がさ、どうぞ。ありがとう。男か女かどっちが好きかみたいなところまで読めるだろう。動揺させれば何かわかるかな。そうだろうよ。兄さんは、いや、真実は何だ。ああ、でもそっか、一応あの場にいたから、そういうのを、今私たちが探してるってことは認知してるという認識か。兄さんの死の真実は必ず突き止めるってこと、兄さんのために力を貸して。まあ、純粋に妹として行こうぜ。兄さんのためにも本当のことを知りたいんです。助けて切実だな。お願い。切実すぎるって。聞いて、あの件については我が社も公正かつ真摯に調査しているわ。誰にどう責任があるのか私たちも突き止めたいと思ってるから、嘘じゃないわ。嘘じゃないのかダイアン。マックと違ってポーカーフェイスだ。本当はどう思ってるんだ。そうだな、むずいなこれ。手強いな。心を読んでみよう。心を読んでみよう。あんなこと起きてほしくなかった。あれ、彼もかわいそうに。意外と悲しんでる。もっと兄さんの話をすれば何かわかるかな。じゃあ意外と、じゃあ悪気はもちろんないのか。じゃあそういうことか、悪気は別にないってことか。まあそれはまあ当然なんだけどさ、いっぱいある、すっごいいっぱいある。順番に聞いてみようか。まあ一番なんか可能性ないものから潰していくか。チラシは大丈夫だろう。
採用に力入れてるんですね。ええ、まあね。しょもな。しょもねえな。奥から聞いてくか、ちょっとな。じゃあ。ラープには参加するんですか？ああ、じゃあ参加しないだろう。Eさんを元気づけるためにも、できるだけ賑やかになるといいなって。うん、悪いけど、無理だろ。まあ、無理だろうよ、普通に。でも、応援してるわ。そういうのに来るタイプじゃないだろう、どう見ても。これ変わんないのかな？ビールは？兄さんともここでよく飲んだんでしょうね。いいバーテンダーだった。ああ、そうか。ここでの仕事もはかどったわ。そうか、そうか。昔から来てるってことは、そういう意味でも兄さんを知ってるのか。ウィリアム・ブルームですか？うん。兄さんも大好きで。ちょっと兄さんが多い。私は彼の曲ばっか聴いてましたよ。そうだったの？センス良かったのね。怪しくないよ。したかったわ。ねえ、こんだけ兄さんで始まったら。さて、次はもっとダイレクトに心を揺さぶりたいな。あ、兄さんの気、いやーでも見たいよ、アルマダ・アレックス。見ちゃダメ、アレックス。ダイレクトにって言われちゃったけど、アレックス見たいな、あれ、他のやつ。あの写真とか純粋に気になるもん。もう一押ししたいな。動揺させるようなことを聞けば。これ失敗とかならないよね。あの写真気になるんだけど。あれ、その子たちは？おいとめいよ。おいとめい。かわいいでしょ？なんもなかった。ナプキンは別関係ないだろう。十字架、十字架は？それいいですね。ああ、でしょ？無理があるな。やっぱ兄さんの記念行くしかない。ナプキンは皆さんでご確認ください。あれは事故だったかもしれないけど。兄さんはあなたが勤めているタイフォンのせいで亡くなった。はい。それなのにどうして？一気に行くやん。平気なんですか？パソコンとか毒ねも。それはその、あ、ちょっとでも動揺してるな。私たちは保証も調査もすべて行っているの。責任は果たしてるわ。誰かのせいとかじゃなくね、でも今回のやつって。単純その企業の思惑として、作業が滞っちゃうから。よし、これで感情が読める。あれだったんじゃないの？感じてる理由を探ろう。やったってことに過ぎないと思うんだよな。別に誰かが悪いとか、そういう話じゃないと思うんだけどな。どうすんだろう。あ、でも、この今、見てください。普段感情読むボタンだったら、押した時に罰が消えるタイプのやつ。これは世界変わりますよ、多分。踏み込むやつですね。いわゆる助けるボタンが発動するあのモード。に入りますね。アレックスが、あーってなるやつですね。来ました。世界が変わりましたよ。それができんなら別にさ、パソコン盗もう。何を隠してるのか教えてもらう。パソコン盗もう大作戦いる？パソコン盗もう大作戦。ここまでいけるなら。はい。もしもし、パイクだ。申し訳ないんだけど、今ちょっと取り込んでて。事故が起きた。ああ、そういうことか。事故って一体どんな？ああ、一瞬パイクが車かと思った。まあ、そのせいも捨ててないけど。ゲイブも私も希望を胸にこの町に来た。おう。でも彼はもうここにはいない。あれでも、あれはなんだろう。割とネガティブだな。意外とネガティブだな。ちゃんとやっぱ一職員として思うことを思ってるだけなんだ。ただこう立場的にちょっとこうねえ、やっぱそのなんか調査やらなんやらにこう関わらざるを得ないだけだって。やっぱこの人自身は別にその悪いことというか、そういうことは何も思ってないんだ。そう取っていいのか。もう後戻りはできない。会社も私も。いや、まあそうなるよな。この情報さえ守っておけば何も心配いらないわ。あらら、ビンゴ。あの USB メモリに証拠を隠してるんだ。はあ、例の作戦を使うしかないか。いや、でも全然ないと思うけどな。単純に企業の思惑とだけだと思うけど、何がある？俺らがギャフンとなる終わり方、何がある？
大丈夫かスクエアエニックス、追い込んでないか自分たちを。結構きちいぞ。そんな企業が保身に入るためにねえ隠しましたで終わりな気すんだよな。何があるよ。企業の保身なんか別に現実でもあるしさ、そんなの。そりゃこういう人が死ぬような事故があったらさ、企業も企業でそりゃ大変さ。これ変わるんだこのムービーが。ちょっといい？あら、ステフ。あれでも、何？知ってるな。その、どうなの？面識はあるんだ。何のこと？恋人とかいるのかってこと。攻める。もし今いるんなら、乗り換える先、攻めるな。そこまで行くの？あら、そんなことを聞かれるなんて。そこまで行くんだ。そこまで行くならあっちの方だったかな、男の方が。私の顔赤くなってない？え、当たった？大丈夫ですよ。顔？いつもの素敵な顔ですよ。大丈夫ですよ。行ってらっしゃい。よかった。嬉しいわ。うまく答えられないけど。いや、気にしないで。ゆっくり考えてよ。答えは、今度聞くから。めっちゃ赤くなってる。でもちゃんと赤くなってるな。それじゃあ。めっちゃ赤くなってるわ。あれ？これ、当たりか？当たりじゃない？当たりか？どっちでも喜んでくれるパターンかな？もしかして。実際でもね、やっぱ同性から言われたらちょっと、えってなるかもしんないからな。そういう意味で単純に照れてるだけかもしんない。別に好きだから照れるってよりも、確かに、あっていう照れかもしんないからな。なんかでもこれちょっと胸痛むわ。なこれはこれで胸痛むわ。ダイアンはあんなに、ピュアに。あのさ、ステフのせいで多分あの人、いやなんかこれちょっとやだわ。またやっちゃったか。いやこれはこれでちょっと胸痛むな。ちょっとやだわ。なんかそういう感じで扱ってほしくないわ、ジェンダーを。ちょっと待って、お前ら怒るぞ、おい。なんかちょっとこのシーンはちょっと、俺あんま好きじゃないな。なんかその後のゴーツータンじゃないけどさ、そのダイアンさんのあんな反応をバカにする感じ、ちょっとなんかちょっとやだな。散々笑ったけどさっきのマジ緊張したよ。なんかちょっとやだな。なんかでもその会話あった。なんかやだわ。ダイアンさんがかわいそうやわ。そう思っちゃうわ俺は。やだわ。パスワードだ。そりゃそうだよね。お前らごめん、お前らのこと大好きだったんだけど、ちょっとこうなるとちょっとこういうの、そういう反応されるとちょっとな。じゃあその間しっかりラープを楽しもう。ちょっとおこというか悲しいというか、ね、ギターも忘れないで。いい？ラープの後に帽子はもらえる。なんだこの二択は。ギターは本当にいるわ。いいんじゃない、別にギター忘れないでって言われてんだから。聞いていい？うん。あの帽子だけどもらえるの？それはラープの出来次第ってとこかな。あ、だったらちょっとごめん、今の抜け目さっきのパートのこと俺も忘れる。引きずったら俺ずっと最後まで、いやでもこいつらダイアンのこと嘲笑ってたしなって思っちゃうから。ああ、徹夜してなんとかね。うん、あんなに複雑なの掘ったのは久しぶりだよ。でもあいつらダイアンのことを騙して笑ってたしなって思いながら、ギターと帽子を準備してから最終回迎えることになるから、ちょっとここら辺はちょっと一旦忘れて、改めてラープのところをねちょっと切り替えてやっていこうかなと。もうちょっと思ったりちょっとね、ちょっとさ、あの演出はちょっとドラマ好きじゃないわ。まあわかるけどね、そういう人をからかうってのもわかるけど、ちょっとダイアンの反応見れば見るほどちょっと胸が痛んじゃった。ちょっとあの心が綺麗なもんですいません、スクエアエニックスさん。はい、というわけでちょっと一旦時間もいい感じだから一旦終わるか。はい、じゃあ次回ラープ戦って思ったけどすっげえメール来てた。まあそれも含めて次回見るか。はい、じゃああざした。